まずワイドでできるだけやってからアンダーでやって二頭筋にも効かせるという感じで。はい、自重でやってみようシリーズということで、今回はですね、胸と背中と腕、まあ、全身2分割するんですけれども、胸、背中、腕の日と肩、足の日に分けたいと思います。今日はまず胸と背中と腕ということで、トライアングルプッシュアップからいってみましょうか。トライアングルプッシュアップというのは、こうやって親指と人差し指でトライアングル、まあ、こういうふうにするとダイヤモンドですから、ダイヤモンドプッシュアップというやり方もあるんですけれども、この三角形を作っていてですね、この三角形の中に鼻を入れていきます。こうすると結構きつくなります。で、肘をちょっと閉じて、そしてこのように肘を閉じて行いますと、大胸筋の内側、上部、そして三頭筋にとても効いてきます。大胸筋と三頭筋、非常にいい種目ですので、このトライアングルプッシュアップぜひやってください。で、これで楽だという人は椅子とかベンチを使ってですね、足を乗っけます。こうすると一気に難易度高くなります。このような感じで椅子とかベンチを使ってトライアングルに鼻を入れていくプッシュアップ、このトライアングルプッシュアップ、最初の種目としてできるだけの回数やってみましょう。はい、ありがとうございます。まあ、これを2セットから3セットやります。で、その次にですね、まあ、今ので胸と三頭筋に行きましたので、次は背中のトレーニングということで、懸垂をいきたいと思います。ただ懸垂もただやるんじゃなくて、背中とあと上腕二頭筋にも効かせるということで、まずワイドでできるだけやってからアンダーでやって二頭筋にも効かせるという感じで、連続でやってみたいと思います。はい、まずはワイドで懸垂をやります。じゃあこれ軽く10回いきましょうか。これはですね、腕のこのような肩関節の内転というものになります。広背筋、大臀筋、僧帽筋、全体的に効いてきます。上腕三頭筋にもある程度効果があります。で、これを10回やったら、今度はグリップを変えてアンダーグリップ、アンダーグリップでだいたい肩幅ぐらいになるようにしてもらってください。で、アンダーグリップだと今度は内転ではなくて伸展という動きになってきます。この動きですと上腕二頭筋にも非常に強い効果がありますし、広背筋の下の方にも強い効果が与えられます。この連続、まあ、10回プラスアルファという感じでやっていきましょう。 OK です。まあ、この2種目ですね、トライアングルプッシュアップとチンニングのオーバー&アンダー、この2種目やるだけで上半身かなりいけるんですけれども、まあ、あと1種目か2種目入れるのであれば、他のところでもお話しましたけれども、プッシュアップの状態でこう揺らしていくものも入れていきたいと思います。じゃあここでプッシュアップいってみましょうか。できるだけ深く曲げた状態で体を左右に動かしていきます。これがまた、大胸筋、上腕三頭筋、非常に強い刺激が与える。はい、ありがとうございます。そしてもう一種目だけいっちゃいましょう。これは腹筋の種目でもあるんですけれども、アブローラ、コロコロですね。こうコロコロをやると、いわゆるプローバーのものです。プローバーの動きですので、三頭筋の長頭にもきますし、背中にもきます。大胸筋にもきます。まあ、腹筋も含めて全体的をうまく鍛えることができますので、アブローラーを最後に締めでやるという感じでいきましょうか。まあ、このような感じで体全体が床に触れる寸前まで下ろして、まあ、楽にできるという人はつま先だけですね、膝ではなくつま先で、まあ、かなりきついです。はい、ありがとうございます。まあ、この4
2種目やっていただければ上半身かなり鍛えられますので、ぜひお試しください。 TAI に発売されました筋肥大筋力向上を目指す方はぜひお使いください。